俺はマフィア、ダッダダダファミリーのボス。今までどんな面倒事も我がファミリーの金と暴力で解決してきた。そんな我がファミリーのもとに大企業の息子というこの子供を消してほしいとの依頼が来た。なんでも日本のヤクザ組織危ない組でも始末できなかったとか。こんな子供相手にしくじるなんて、あの危ない組も落ちたものだ。我々が代わりに始末してやろう。行ってこいお前たち。了解です、ボス。履いたぞ。普通のパンツな感じするけど。えい、うわあ、なんだなんだ。いつでもパンツの中でポップコーンを作れるパンツだよ。なんでパンツで。おお、そのヘルメット姿はキジ沼の兄貴じゃないですか。およ、あの人はヤクザのおっさん。この人は以前トコタンを殺そうと狙ってきたヤクザ組織危ない組のヤクザの組員。トコタンに助けられたことで兄貴と慕うようになり、時々トコタンの元へやってくる。詳しくはこちらの動画を見てみてね。誰がおっさんだ。俺はまだまだお兄さんでいけるっての。それでキジ沼の兄貴、今日は何で遊んでるんですかい。俺も何か協力できますかね。特にない。あ、そうなんですか。それは残念だな。あ、それじゃあまた何かあったら呼んでください。はい。相変わらず懐かれてるね、トコタン。まあ悪い人じゃねえからいいんじゃねえか。キジ沼の兄貴の射程をやらせてもらってるが、いまいち役に立ててる気がしねえな。一体どうしたら兄貴の役に立てるんだ。ん、あいつらは確か海外マフィアの連中じゃ。なんでこんなとこに。これ癖になるな。え、どこだ、もう一回。えちょっとケツいてえけど、やっぱ面白い。いつまでやってるのさ。あ、どうしたの、とこたん。トイレ。なんだ、トイレか。気をつけていけよ。一滴。ターゲットが一人になったぞ。行くぞ。とこたん、すっきり。およ、おじさんたち、誰。こんにちは、坊や。そして、さよならだ。やったか。念のため確認を。何の音だ。ち、誰か来たか。まあいい、あれだけ打ち込めば死んでいるはずだ。騒ぎになる前に行くぞ。なんかすっげえ音が聞こえてきたけど大丈夫か、トコタン。って、トコタン、大丈夫。あー、びっくりした。どうしたの、何があったの。なんかドカガーってバンバンされた。銃で撃たれたってこと。怪我ねえかよ。うん、服が跳ね返してくれたみたい。服強。まあ無事でよかったぜ。でも一体誰がこんなひどいことを。兄貴、今そこでやべえやつらに。ってなんじゃこりゃ。あ、コブン。ヤクザのお兄さん、トコタンがまた襲われたみたいなんです。なるほど、多分さっきのやつらだな。なんか知ってんのか。まあ、多分兄貴を襲ったのは海外マフィアだ。海外マフィア。最強海外マフィア VS 天才キッズ。マフィアってどうしてそんな。マフィア、海外の怖い人たちのことだよ。またトコタンを狙った悪い奴が来たってことか。今度はマフィアがお出ましかよ。トコタン怖わ。お前ら、キジ沼の兄貴を連れて急いで逃げるぞ。え、あいつらダッタダタファミリーはハイエナのようにしつけ。兄貴が生きていることに気づいたらすぐにまた始末しにやってくるはず。だからすぐに安全な場所へ逃げるぞ。安全な場所。そうだ、トコタンパパの研究所。あそこまで行けばきっと大丈夫だよ。そんじゃ俺たちでトコタンを無事に連れて行こう。でもここからだと結構遠いよね。そこは俺に任せな。お、まあ、ついてきな。やはり気になって見に来たが、まさかターゲットが生きてるとはな。一体どうなってやがる。うー、早い早い。これならトコタンパパの研究所まで一瞬だぜ。イエーイ。ヤクザのお兄さん、よくこんなトラック持ってましたね。危ない組が解体されてから工事現場で働いてるからよ。トラックは俺の愛車だぜ。揺れるんで舌噛まないように気をつけてくださいね、兄貴。わかった。あれ、なんか車近づいてきてない？ジュー？やべえ、隠れろ！外したか。そう、あいつらも車で追ってきやがったか。どうしよう。
大ピンチ。おいバンダナのガキ、俺が車を引きつけるからキジ沼の兄貴を連れて先に行け。え、でもそれじゃヤクザのおっさんが危ねえだろ。いいから行け。次の角を曲がるタイミングでお前の持ってる棒を使って脱出しろ。わかったな。わかった、おっさん無事でいてくれよ。当たり前よ、いい加減諦めろ。今だ、そりゃあ。うわあ高い高い。なんだ、くそ逃げられたか。待て、そうはさせねえ。お前らの相手は俺がしてやるぜ。えっほえっほ。よし、もうすぐでトコタンパパの研究所だ。なんとか無事つけそうだね。それはどうかな。え、なんでここに。念のためターゲットのガキが逃げ込みそうな場所へのルートを張ってたのさ。そんな。さあもうおとなしくやられることだな。やべえ。何、いや俺の友達に手は出させねえ。銃が相手だろうと諦めねえぞ。うー、さすが危ない組を退けただけあるガキだな。こいつは骨が折れそうだ。ヒロ頑張れ、僕らは今のうちに。動くな。そこまでだ小僧。みんなが。ボス、ごめんヒロ、捕まっちゃった。まったくガキ相手に時間かけやがって、情けない部下たちだ。すみません、こいつら意外と手強くて。まあいい。おい小僧、こいつらはお前の大事な仲間だろう。俺たちの目的はこのヘルメットのガキだ。おとなしくしとけば他の奴らは見逃してやる。へへへ、今度こそおしまいだな。どうしようどうしよう、何かないか何か。トコダン、あのスイッチ押せる。およ。それじゃあさよならの時間だ、やれ。なんだこれは。どこから銃声が、まさか他に仲間が。間に合った、100人の特殊部隊が来たんだ。何それ。いいから静かにしてて。特殊部隊だと。そうです、さっきこのボタンで緊急信号を送ったんですよ。また銃声が。どっから狙われてるのかわからねえ。あー、ボスやばいですよ、100人の銃撃なんて食らったら。このガキはとんでもない金持ちだ、特殊部隊を持っていても不思議じゃねえか。こんなところで捕まるなんてごめんだ、逃げるぞ。待ってくださいボス。なんとかなった。みんな大丈夫か。トコタン平気。いやー、まさかポップコーンパンツの音でごまかすなんてよ、よく思いついたな青い。マフィア相手に大した度胸だぜ。バレたらどうしようってヒヤヒヤしたよ。まあそのせいで俺のパンツの中は今ポップコーンだらけで大変なことになってんだけど。ドデカパンチ。とりあえず無事だったんだし、このままトコタンの家でポップコーンパーティーしようぜ。やれー。え、まさかそのパンツの中のポップコーン食べる気じゃないよね。あ、そうだけど僕は食べないよ。こうして僕たちは海外マフィアダッタダダファミリーの撃退に成功、無事に平和な生活を取り戻したのであった。私は猛獣使い、日々サーカスで様々な動物を華麗に操り人を楽しませている。というのは表の顔、裏の顔は猛獣を使ってターゲットを始末する殺し屋さ。私の猛獣にかかればターゲットは文字通り骨も残らない。さて今回は大企業の息子だとかいうこのヘルメットの坊やがターゲットのようだ。さあ私の最強の相棒ショータイムと行こうじゃないか。さてターゲットはこの辺りによくいるという情報だが、いた、あの子だな。えほえほ、急げー。やあそこの坊や。およ、トコタンのこと。そう坊やさ、私はそこのサーカス団のものなんだけど、今この辺りの子供たちに無料でサーカスの招待をしてるんだ。よかったら見に来ないかい。サーカス面白さ。あ、でもヒロタンたちとの約束が。友達と待ち合わせてたのかい。それなら安心して、坊やの友達はサーカスの他の団員に呼びに行かせるよ。友達にもサーカスを見てほしいからね。どうだい、それなら安心だろう。安心。よし、それじゃあ坊やは先に私とテントへ行って友達を待ってようか。とっておきの芸を見せてあげるよ。やったー。愚かな子供だ、もう二度と友達には会えないよ。
遅えなあトコタン、もうとっくに待ち合わせ時間過ぎてるぜ。確かにね、ちょっと心配だし、ヒーさんに場所を調べてもらって僕たちで迎えに行こうか。ヘルメットボーイはここにいるみたいだぜ。ありがとうヒーさん。この喋るバッジはヒーさん、何でもすぐに調べてくれる超高性能な AI バッジだ。久しぶりの登場かと思ったら、こんな簡単な用事で呼び出すなんて、ヒーさんのことを都合のいい便利バッジと思ってないかい、メガネボーイ。ごめんごめん、でもおかげで助かったよ。それにしてもこんな大きなテント今までなかったような。どうやら調べてみると今日建てられたサーカスのテントみたいだな。サーカスのテント？なんでトコタンがそんなところに。まあ細かいことはいいじゃん。それよりトコタンだけサーカス楽しんでるなんてずるいぞ。俺たちも行こうぜ。なんだか悪い予感がする。テントの中広い。驚くのはまだ早いよ、カモン。わあ、おっきなライオンさん、かっこいい。素晴らしいライオンだろう。この大きなお口の中も見てみないかい。なーに、この子は完璧に調教されているから暴れることはない。安心してくれたまえ。わあ、おっきいお口。バカな坊やだ、まんまと引っかかったな。うよ、そのままこいつの頭にかぶりつけ。おかしいな、トコタン先に入ってるはずなのにいねえな。ここにいるはずなんだけど。わー、トコタンの声だ。何かあったかもしれねえ、トコタン。うわ、でっけえライオン。って人噛みついてる。ヒロ、あれトコタンじゃない。おや、なんだい坊やたちは。もしかしてこいつが言っていた友達か。勝手に入ってきちゃダメじゃないか。お前、トコタンにそんなことして無事で済むと思うなよ。無事で済まないのは坊やたちの方だろう。坊やたちもこいつと同じようにライオンの美味しい餌になってもらって。ブよいしょっと。だから言ったのに。なぜ生きてるんだ。ライオンに噛まれたんだぞ。トコタンのヘルメットはとっても硬いんですよ。硬すぎだろ。人の骨くらいなら平気で噛み砕くライオンの歯を防がれるとは、なんて硬いヘルメットだ。お前、トコタンをライオンに食べさせようとしやがって。ひょっとしてお前もトコタンを狙う悪いやつか。そう、私はその子を殺すように指示された猛獣使いなのさ。猛獣使い？殺し屋猛獣使い VS 天才キッズ。くそ、今度は猛獣使いが相手かよ。猛獣使い？大きくて危険な動物を操る人のことだよ。ちょっとびっくりしたが、今度は確実に仕留める。この棒を見られてしまったからには坊やたち全員生きてここから返しはしない。さあ、恐怖のサーカスの開幕だ。何今の音。このテントの出口を全て塞いだのさ。もうここから出られないぞ。そんな。くそ、こうなったらやるしか。おっと、危険物の持ち込みはお断りですよ、お客様。しまった。さあ行け、3人を追いかけるんだ。うわ、こっちに来た。逃げろ。私の相棒から逃げることができるかな。くそ、どうすれば。そういえばトコタンの道具で仲良し動物スイッチってあったよね。あれがあればライオンを操れるんじゃない。仲良し動物スイッチが出てくるお話はこれ。こっちも見てみてね。今日は持ってない。そんな。サワラ、もっとスピードを上げろ。うわ、スピードアップした。なあ葵、あいつはあの鞭でライオンを叩いて指示してるんだよな。多分そうだと思うけど。どうしたの急に。よし、だったら。ちょっとヒロ、危ないよ。後ろに回り込んだだと。うおー、乗りゃ乗りゃ。おりゃ、何やってんのヒロ。いけ、その猛獣使いをやっつけてくれ。え、まさか叩いて命令してるってこと。そうだ、同じように叩けばライオンに命令できるんじゃねえかと思ってよ。ダメだった。そりゃそうでしょ。うバカな坊やだな。さあ相棒、さっさと始末してやろう。ちくしょう、とにかく隠れねえと。どこへ隠れたのかな。このテントからは逃げられないんだ。おとなしく出てきなさい。あの人の言う通り、いつまでもこうして隠れていられないよ。トコタンの道具もないっていうのにどうすれば。道具がないなら何かこの中で使えそうなもの探すしか。わっ、これどうだ。これはおっきい玉
様。結構でかいし、これでドーンと攻撃できないか。不安だけど、今はそれしかないかもね。よし、じゃあ反撃開始だ。まったく、いつまで隠れているつもりだ、あの坊やたち。ん？なんだこの音。な、あいつらサーカスの大玉を勝手に。おお、ガヤガヤ、今だ、離せ。えい、ふん、こんなもの、行け。うわ、乗った。あ、ライオンさんすごい上手。盛り上がってる場合か。私の猛獣にかかればこんな玉乗りくらい朝飯前さ。さあ、そのまま引き潰してしまえ。うわ、こっちに来る。あそこにはしごがあるぞ。あそこだったらライオンも登ってこられないんじゃないか。登ろう。よいしょっと。ここって空中ブランコの足場だったのか。それにしても高い。とりあえずここにいれば大丈夫。きっとここまではライオンも登ってこれない。って登ってきた。私の状況を甘く見てもらっちゃ困る。はしご登りだってこの通り。さあ、もう逃げられないぞ。くそ、これで閉幕だ。やれ。なんか震えてねえか。もしかしてあのライオン、この高さが怖いんじゃ。で、そうだった。高いところの訓練は苦手なやつだったな。情けない。いいからさっさとやれ。今度こそ終わりだ。こうなったら空中ブランコで飛ぶしかねえ。みんな俺に捕まれ。え、ちょっと心の準備が。ぶっつけ本番で空中ブランコをするなんて。なんとかなるもんだな。え、生きてる、奇跡だ。あ、ライオンさんが。さすがにブランコはできないよね。落ちちゃったんだ。かわいそうに。え、ヒロ、ちょっとヒロ、近づいたら危ないよ。血出てるぜ、大丈夫か。とりあえずこれでよしっと。ヒロ、こら、何を獲物と仲良くしているんだ。早くそいつらを始末しろ。やべえ、危ないヒロ。な、こら、言うことを聞け。言うこと聞きたくねえってよ。ま、怖がってたところを無理やり生かされて怪我したんだ。言うこと聞かなくなって当然だよな。使えないやつめ。こうなったら逃げる。逃がすかよ。トコタン、伸び棒。はい。まさかあいつが言うことを聞かなくなるとは。仲間の動物を思いやらない悪い殺しやめ。絶対に逃がすもんか。くらえ、伸び棒大車輪。うわイエーイ、勝った。こうして僕たちは猛獣使いを無事撃退することができたのであった。ちなみにライオンは町の動物園に引き取られて今は看板動物になっている。私、カンフーマスタータンメン。長年の過酷な修行を積みカンフー極めた私、裏社会でこの腕一つで数々のターゲットを消してきたあるよ。今回は暗殺の依頼ね。何でも大企業の息子というこの子供を殺せということよ。こんな子供手かけるのは心ちょっと痛むけど、報酬金とんでもない高いから断るわけいかないね。さっさと終わらせてお金いただくよ。わしカンフー使い VS 天才キッズ。えほえほ、見つけた、あの子で間違いないね。ねえ、ちょっとそこの君。え、トコタン？そう、君よ。私、最近この辺りでカンフー教室始めたものね。お客さん足りなくて、今無料で体験してくれる子を探しているんだけど、興味ないか。カンフー？中国のとてもすごい武術のことね。強い攻撃できるようになったり、このヌンチャクっていうかっこいい武器使えるあるよ。おはとう！わー、面白そう。どう？やる気になったあるか？うん、トコタンもやってみたい。おお、よかったよかったよ。それじゃあ早速私の教室行こうね。はーい。カンフー教室やっているという体でターゲット建物内に誘い込み、あとはこのとても頑丈と聞いているヘルメットと白衣取らせて始末する。我ながら完璧な作戦よ。お、どこたんだ。おーい、何やってんだ。あ、ひろたん、あおたん。あれ、こちらの人はどこたんの知り合い。ち、
邪魔が入ったあるか。知らない人。怪しいな、誰だお前。いやいや私カンフー教室やってるものよ。この子を誘ってただけに。よかったら君たちも体験教室来るあるか。もちろん無料ある。カンフー面白そうだな。やるやる。ちょっとヒロ、いいじゃねえか、ただなんだし葵もやろうぜ。おじさん俺たちも頼む。仕方ないな。想定外の展開だが、まあいいね。好き見て消すだけよ。ではまずこの服に着替えてもらうよ。ちょっとコスプレみたいで恥ずかしいかも。葵似合ってんじゃん。俺はどうだ。あちょー、いいね、似合ってるよ。トコタンは、あちょちょー。トコタンも似合ってるけど、サイズちょっと合ってないかも。みんないい感じね。あー君、そのヘルメットを取ってもらってもいいやるか。うよ、なんで。それがあると君始末するのに。始末？あやー、閉まらない、気引き締まらない。痛かったね。頭重いと動きづらくてカンフーできないね。外して脱いだ服と一緒に置いてくるといいやるよ。わかった。ヘルメットと白衣を外すことに成功ね。あとはターゲットの子と二人きりになるタイミングどうするか。お待たせ。よし、それじゃあ始めていくよ。まず私お手本見せるある。はぁ、あとー。うわー、めっちゃ強そう。かっけー。すごく。じゃあ君たちにもやってもらおう。最初メガネの君やってみるある。え、僕あんまり自信ないけど大丈夫かな。大丈夫ある。さっき私やった通り、せあちょーって出すだけある。じゃあ行きます。せーの。そうそう、そうやって前に。うわ、ヒロ大丈夫？全然大丈夫だって。なぜ後ろに手行くある。ごめんね、僕の運動神経が悪いばっかりに。信じられない運動神経の悪さね。だがこれはチャンスよ。君大丈夫ある？あっち休憩室あるから少し休むといいよ。こんくらい全然平気だぜ。いや、私のカンフー教室で負傷者放っておくことなんてできないよ。ささ、メガネの君も一緒についていってあげるね。僕も？やったのは君やる。責任持って連れていくあるよ。さあさあ。はい。いったあるか。ヒロタン、アオタン、バイバイ。さてと、私と君二人になったね。教えて。ああいいとも、とっておき教えてあげるね。わーい。これでさよならよ。わーっ。なに、あぶねえ。大丈夫か、トコタン。ヒロタン、君たち休憩室向かったはずじゃなかったね。トコタンのヘルメットを取らせたり、ヒロと僕を強引にこの場から離そうとしている気がして、なんだか怪しいなと思ったので戻ってきたんです。うまく騙せた思ったのにね。ナイス判断だぜ葵。まさかヌンチャクで攻撃するなんてな。あなたもトコタンを狙ってやってきた資格ということですよね。そう、私その坊や始末するためやってきたカンフー使いやる。なるほど、さすがこれまで資格倒してきただけあって、なかなか鋭い子供たちね。悪いカンフー使い目、トコタンに手出しはさせねえぞ。くらえ、新技伸び棒落とし。おっと危ない。なっ、避けられたか。大きさと長さ変幻自在のコンボ、なかなかいいコンボを持ってるね。でもそれじゃ私には勝てないやるよ。あちょー。うわ、攻撃が早い。ほらほら、さっきの勢いどうしたあるか。あちょー。早すぎて防ぎきれねえ。そのコンボ邪魔ね。おい、なに、鎖で伸び棒がもらったある。まずい。なんて、なに。どうだ、この伸び棒はボタンで遠隔操作ができるんだぜ。そんなこともできるとは、変わったコンボね。まあいい、武器失ったところで、私には極めに極め抜いた強力な技あるのよ。わっしょー。うわ、 なんて力だよ。カンフーの力思い知ったか。わっしゃー。あんなの当たったらひとたまりもねえ。逃げてるだけじゃ何も始まらないよ。おや、もう逃げ場ないよ。とどめねえ。いや、偽物。おかしな技使う坊やね。逃げたあるか。まあいいね、この建物私の鍵ないと出れないある。見つかるのも時間の問題よ。なんとか隠れられたぜ。ダメだ、ここも開かない。多分外に逃げられないように鍵がかかってるんだ。つまりピンチってことか。大ピンチ。どうしよう。やっぱり戦って勝つしかねえよな。葵、なんかいい作戦ねえか。僕今までだって葵の作戦でピンチを切り抜けてきただろ。頼りにしてるぜ葵。アオタンフレフレ。
この建物にあるものと僕らの持ってるものでこの状況を切り抜けられる方法ってあるかな。まあ、あんな強い攻撃一回でも食らったら終わりだからな。難しいよな。確かに。いや待って、そんなことないかも。お、作戦を思いついた。ヒロの運動神経頼りだけどね。もう諦めて出てくるあるよ。ここからは出られないね。あれはターゲットの子供。邪魔者より先見つけられるとはラッキーね。今度こそとどめね。わちょー、 なぜこの子がこのコンボを。くへ、よく見ろよ。ショコタンじゃねえ、俺だ。トコタンの白衣とヘルメットを借りたのさ。これでお前の強力な攻撃も完璧に防げるぜ。咀嚼な坊やね。だったら顔狙えばいいだけよ。あちょあぶねえ。おいた、やっぱトコタンのヘルメット強えな。じゃあ最後はさっき思いついた新技でいくぜ。新技、こりゃどこ狙っている。ある、新技言うからびっくりしたけど当たりあるか。ちょっと何鎖が。これでもう避けらんねえよな。呼び棒縛り落とし。うわ、この私が倒されるなんてありえないね。やったー、やったー、すごいよヒロ。ヌンチャクの鎖で伸び棒を奪われた時に思いついたんだ。鎖なら伸び棒にもついてっからな。ヒロタンすごく。まあ、葵の作戦とトコタンのヘルメットがあったからこそできた新技だけどな。つまりありがとな、二人とも。こうして僕たちはカンフー使いを撃退し、今回も無事にトコタンを守ることに成功した僕たちであった。俺は凄腕のスナイパー、1キロ先の豆だって正確に撃ち抜ける天才スナイパーだ。今回のターゲットはこいつだ。なんかいつもと絵柄違うな。まあいい、とにかくさっさと片付けるぞ。殺し屋スナイパーから友達を守る天才キッズ。いやー、しかし誠はツッコミの天才だな。そうかな。まあ誠はツッコミだけはすごいからね。だけって何？他にもあるでしょ。ほら出てこない。この子たちは誠くんとたかしくん、さっき遠足で知り合って友達になった男の子だ。なんか俺にツッコんでみてくれよ。どこだもん。ツッコミにくいな。二人ともダメだよ、誠くん困ってるじゃん。うん、葵くん優しい、好き。さてターゲットは、いたいた、あいつだな。なんかちょっと違う気もするが。ん、あのガキども、前に俺の邪魔をしたガキどもじゃないか。このスナイパーには前にも狙われてるよ。詳しくはこの動画も見てみてね。まあいい、今日はあいつらがターゲットじゃないからな。さっさとターゲットだけを始末してつらかろう。それでさ、トコタンはリコーダーから味噌汁出せるんだ。リコーダーで味噌汁。もらった、これあげる。ありがとう。何、トコタン。カチンコヘルメットのガキか、邪魔しやがって。何何、今すごい音したけど。マコト伏せろ。これどういう状況。スナイパーに狙われてる。突然の展開、ダブレ。僕らこういう展開慣れてないんですけど。ねえタカシ、いや誰。何を言ってるんだマコト、こんなこと日常茶飯事じゃないか。違うよ、もっと平和的だよね。ひとまず逃げんぞ、身代わりシャボン。何これ、シャボン玉。自分たちとそっくりのシャボン玉を出せんだ、トコタンの発明品って。そんなこと言ってる場合じゃねえ、とりあえずどっかに隠れんぞ。大丈夫かトコタン。頭を打たれてたよね、だいぶヤバいんじゃ。へっちゃら。生きてる、なんで。ヘルメットが跳ね返してくれたみたい。ヘルメット強、マコトのかかとと同じくらい硬いってことか。僕のかかとそんなに硬くないよ。これからどうしよう。そもそも今回はトコタンじゃなくてマコトくんが狙われてたよね。だな、たまたま間に入ったトコタンのヘルメットに弾が当たったように見えたぞ。僕、マコトくん心当たりはある。ないけど。まあ面白すぎるから狙われたとかじゃねえか。どういう理由。あーなるほど、タカシも納得しないで。とにかくこの倉庫にいれば安全なはず。助けを呼んでここでじっとしてよ、ヒーさん。はい、ボーイたち。ヒーさん、なんか変なの来た。お久しぶり、アンド初めましてだよ。何この喋るバッチ、なんかもういろいろびっくりだよ。俺様はヒーさん、マコトボーイとタカシボーイ、今日は二人とも災難だな。大丈夫です、
ですよ。こんなの日常茶飯事なので、タカシはもう見え張るのやめて。キイさん、警察に銃を持った人がいるっていう連絡とスナイパーのいる位置の特定をお願いできる？オーケー、それならヒイさんに任せなさい。とその前に、ここでヒイさんのハッピートークター。今ピンチだから、わかるよねヒイさん。あー、わかったわかった、だからおらないで。うぃー、相変わらずメガネボーイは怖い怖いだよ。葵くん、怒ると怖いね。だろう。で、スナイパーの位置の特定だろ。さっきの射撃で大体は把握してるが、正確に把握するにはもう何度か射撃を見ないとだな。なるほど、じゃあ無理に位置を特定するよりこのままじっとしていた方がいいか。ガキども、あの倉庫に隠れて出てこないな。建物の中に隠れてれば安全だと思ってるんだろう。だが甘いぞ。行け、ドローン。なんだこれ。ドローンさん、かわいい。まずい、ヒロ、マコト君が。もらった。マコト、危ない。外したか。やっぱりこの射撃はまだ練習が必要だな。ここは何言ってんだよマコト。これくらいいつものことだろ。タカシはもう無理しないで。かな。マジかよ、壁に反射させて狙ってきたぞ。この前のスナイパーより強くねえか。とりあえず窓を閉めよう。トコタン、なんか硬いものでガチガチに窓を固めておいて。トコタン、了解。えほえほ。一応これでもうどこからも狙われないと思うけど。安心はできねえよな。ロケランとかぶっ放されるかもしれねえし。そんなことある？マコト、これ以上危険な目に遭わせるわけにはいかねえ。ヒロ君。というわけで、マコト、服を脱いでくれ。マコト、服を脱いでくれ。2回言わなくていいよ。どういうこと？なるほど、ここでマコトの必殺セクシーショットをお見舞いするわけですな。そんな技ないよ、初めて聞いたよ。あ、ごめんごめん、僕からちゃんと説明するよ。つまりね、倉庫にずっと立てこもってるな。まああんまりスマートじゃないが、ロケランでも打ち込むか。お、出てきたか。待ちきれなかったか。それとも動いてれば当たらないと思ってるのか。とにかくこんなチャンス俺が逃すわけねえ。その命もらった。よし、命中。さて、仕事も終えたし、さっさとずらかるか。ん、何？狙ってくるとこが分かってるんだ、余裕だぜ。あのガキのヘルメットか。まだだ、時短で撃ち抜く。ヒイさん、急いで、位置特定できた。オーケー、バッチリだぜ。ズバリスナイパーの位置、あのビルの屋上だな。よし、トコタン、お願い。トコタン、了解。え、何するの。えい、発射。今度は外さないぜ。ん、なんだ。うわー、よし。えどう。へへ、うまくいったな。まず俺がマコトの格好をしておとりになる。ヒロの反射神経とトコタンのヘルメットがあれば銃弾も防げるから。撃たせて位置を特定して、そこにトコタンの衛星レーザー砲を撃ち込むと。いやー、なんとかなってよかったぜ。最後のレーザー砲、なんでそんなの持ってるの。え、みんな持ってないの。持ってるわけなくない。あー、レーザー砲ね、僕も持ってるよ。持ってないよね。もう張り合うのやめて。でも、なんでマコトくん狙われてたんだろう。ああ、それなんだけどよ、さっき警察の人から犯人の持ってたターゲットの写真もらったんだけど。え、見せて見せて。うん、絶対人違い。Ladies and gentlemen、 私はミスタートリック、天才マジシャンとして世界中の人へ奇跡のマジックをお届けしている。というのは表の顔、裏ではマジックを使ってターゲットを消す殺し屋さ。今回私の元に大企業の息子を暗殺するようにとの依頼が来た。何でも数々の殺し屋を撃退した天才小学生だとか。私の自慢のマジックで暗殺などお手の物だ。さあ、恐怖のマジックショーの開幕だ。殺し屋マジシャン VS 天才キッズ。ヒロタン、アオタン、おはよう。お、トコタン、おはよう。おはよう、トコタン。あれ、その手に持ってるものは？お家に届いてたマジックショーだって。マジックショーか、面白そうじゃん。ヒロタンたちも一緒に行こう。どれどれ。世界的に有名なマジシャンミスタートリックが来日、世紀のマジックショーへ特別にご招待、この機会を見逃すな。だってさ、おー、なんかわかんねえけどすごそうだな。あれ、どうした、葵。これよく見たら、キジ沼トコタ様お一人のみの特別ご招待って書かれてある。トコタしか行けねえのかよ。うよ、そうなるね、これは諦めるしか。いや、まだ方法はあるぜ。え、ふん、そろそろターゲットが来てもおかしくないが。あ、ここかな。
ちは、キジヌマトコタくんだね。あれこんなに大きいのに小学生なのかい。トコタンはトコタンです。やめようよ、絶対バレるよこんなの。大丈夫だって、いけるいける。っていうか、なんでいつも僕が一番下なの。重い。じー、写真には全身が写ってなかったが、こんなに大きかったのか。まあ数々の殺し屋を撃退してきただけあるということか。それに最近の子は成長が早いっていうしな。まあいいや、さあこちらへどうぞ。はい。入れちゃった。やったぜ。あれ、誰もいない。そうだよ、君は大企業の息子だからね、特別に貸し切りで招待させてもらったんだよ。へえ、そうなんだ。トコタン一人だけのためにマジックショー、そんなことあるのかな。まあまあ、マジックが見れることには違いねえんだし、いいじゃねえか。では始めよう、ミスタートリックのショータイムだ。はい。まずは手始めに、はい。わあ、お花。すっげー、魔法か。はい、ボーイたち。ん？ヒーさん？ AI バッジのヒーさん、何でも教えてくれる。でも冗談が大好きで話が長いことがよくある。今日は空気を読んでコソコソモードで登場みたいだ。あれはな、手の内側に花を隠していて、それをうまく出してるんだな。なんだ、魔法じゃねえのか。まだまだショーは始まったばかり。それ！わあ、すごい。口からトランプを出すのは、最初にポケットにトランプを入れておいて、それをうまく口元に持ってって出してるように手を動かしてるな。はい。スプーンはテコの原理を使えば案外簡単に曲げられるんだ。なんだ、やっぱ魔法じゃねえのか。ねえヒーさん、すぐに種明かしされると楽しめないんだけど。おお、ソーリーソーリー、メガネボーイ。ま、マジシャンのフォローをしておくとだな、種も仕掛けもあるが、それを人に気づかれないように行うのはかなりの技術が求められる凄技なんだぜ。ボーイたちがやろうと思ったって、あんなに完璧にマジックすることは数年かかると思うぜ。ほけー、やっぱマジシャンってすげえんだな。そろそろ次の作戦に移るとするか。続いてはとっておきのマジック、串刺しマジックさ。串刺し。そう、この箱の中に人が入り、私が箱の外から剣で真っ二つに。だけど箱を開けると、あら不思議、奇跡のイリュージョンで切られたはずの体は無傷っていうわけさ。せかか。おお、なんか次のはとんでもなくすごそうだぞ。だね、テレビでしか見たことないようなマジックだ。今回は特別に君に参加してもらいたい。え、どこだん。ああ、この箱の中に入ってくれるかな。だってどうしよう、3人でいるのがバレるかも。3人一緒に入っちゃえば大丈夫だろう。よいしょ、入ったよ。まんまと引っかかったな。それではご覧あれ、この種も仕掛けもない剣で。おお、これ大丈夫なんだよな。大丈夫だぜヒーローボーイ。こういうのは箱の中に頭を出す人と足を出す人の二人が入っていて、切ってるように見せているだけさ。なるほどな。あれ、でもこの箱の中俺ら以外いないぜ。確かに。あれ、ってことは本当に刺されちゃうんじゃ。体が真っ二つに。さらにもう一本。これで殺しのマジックショーは閉幕。さあ、気になる箱の中身はどうなっているのかな。って何。危ねえところだったぜ。死ぬかと思った。というか、なんだ貴様らは。やけにでかい小学生だと思ったら3人分だったのか。なるほど、箱の中で3人に戻って避けたってことか。ギリギリだったけどな。ち、勘のいい坊やたちだ。さすがは今まで殺し屋を撃退してきただけのことはある。やっぱりあなたもトコタンを狙う殺し屋ですね。その通り、私は殺し屋マジシャンさ。今度はマジシャンが敵なのかよ。こうなったからには3人とも生きては返せない。殺しのマジックショーの再開だ。まずはこの種も仕掛けもない帽子から。あら不思議、あっという間に恐ろしい狂気が現れた。どれで殺されるのがお好みかな。どっからあんなものを。あのマジックの種はだな。今は解説してる場合じゃないよ。で、あれ、トコタンは。わあ、その帽子すごい。トコタンも欲しい。ちょっとトコタン、近づいたら危ないよ。ターゲットから近づいてくれるとは。ん？他にどんなものがあるの？勝手に私の仕事道具を触るな。これは何だろう。おとなしくしないとこの狂気で。天雷。へへー、ここだぜ。しまった、こいつに気を取られて。さあ、武器はこっちのものです。おとなしく降参した方がいいですよ。くそ、孤尺な坊やたちだ。このままではなんてな。うわー、びっくりした。で、トコタンはどこだ。ヒロ、あそこ。え、トコタンが浮いてる。どうだ、これが私の最大のイリュージョン、人体浮遊だ。武器などなくとも私のミラクルパワーで始末してやる。あんな力があるなんて。
キーさん、あれのトリックわかる？もちろんだぜ、メガネボーイ。これはミラクルなんかじゃない。なんだと？仕組みはこうだな。あのカーテンの裏から透明な棒と板を出して、ヘルメットボーイをその上に乗せる。そしてカーテンの裏の装置を使って上空へ持ち上げる。それでヘルメットボーイが浮いてるように見えるってわけだな。私のとっておきのイリュージョンの種を簡単に明かすとは許せん。だがそれを知られたところでもう遅い。ターゲットは地面へ真っ逆さまだ。わー、させねえよヒロタン。なに、おのれ、伸びる棒だなんてどんな仕掛けだ、こんなもの。うわー、あぶねえだろ。これで二人もろとも落ちればいいんだ。私のミラクルの勝利だ。わー、しまった、トコタン。これで終わりだ。って、あれ、こっちに向かってきてないか。マジシャンの上に落ちた。あー、びっくりした。およ、なんかやっつけたみたい。トコタン、無事でよかったよ。焦ったぜ。にしても偶然マジシャンの頭に落ちるなんて、トコタン、すげえミラクルだな。トコタン、ミラクル。なんてミラクルだ。こうして殺し屋マジシャンを撃退した僕たちは、また平和な日常を取り戻したのであった。拙者の名は藤木。表の顔は時代劇村の侍キャスト。だが裏の顔は現代に生きる本物の侍。先祖代々から受け継いだ様々な武術で数々の暗殺の仕事をこなしている。次の標的は大企業の息子というこの坊や。何でも今まで送られてきた資格を全て撃退しているとのこと。まあ誰であろうと拙者の刀の相手ではござらぬよ。サムライバーサス天才キッズ。なら葵、昨日のドラマ見たか？それって今話題になってる時代劇のやつ？そうそう。いやー、ヒーローもいいけどさ、サムライもかっこいいよな。刀で悪いやつをバシバシってやっつけていってよ。トコタンも刀好き。見つけた。あれが今回の標的でござるな。そうそう、そして成敗でござるって。いやー、なんだ、これは吸盤の矢？危ねえじゃねえか。誰だ、こんなことしたの。出てこい。誰かのいたずらかな。あれ、何か手紙みたいなのがついてる。何？この手紙を手にした持ち主よ、あなたはとっても幸運でござる。なんとこの手紙を拾った人へ特別に時代劇村への無料招待チケットをプレゼント。ぜひ遊びに来てほしいでござる。だって時代劇村、戦国時代とか昔の日本の街並みや侍を再現したテーマパークみたいなところだね。侍がいいのか。なんか楽しそうじゃん。お侍さんみたい。こんな嫌での招待券なんて怪しくない？まあ招待も本格的な感じなんだろう。細かいことは気にせず楽しもうぜ。あ、ちょっと待ってよ二人とも。うまくいったでござるな。とっておきの場所へ招待でござるよ。貴様の死に場所にな。住んでるとこと全然違え。なんだか本当に昔の日本に来たみたいでワクワクしちゃうね。すごく。やあ坊やたち、時代劇村へようこそ。ここへ来るのは初めてでござるか？そうです、招待のチケットもらってきました。そうでござるか。時代劇村はとっても楽しいところでござるからね。特に見どころは、こりゃあ、おお、なんか刀で戦い出したぞ。大丈夫なのか？あれはこの時代劇村の名物の盾さ。盾？お芝居や映画で刀を使った演技のことだよ。なるほどな、安心したぜ。それ。おお、かっこいい。すごく。なかなかの迫力でござろう。そうだ、坊やたちもやってみたいでござるか？特別に体験させてあげるでござるよ。マジ？やった。わい。それじゃあ体験会場へ案内するからついてくるでござる。ここで行おう。なんだかずいぶん人気のない場所でやるんですね。本来はお客さんにサービスしていない体験でござるからね。坊やたちは特別でござるよ。マジかよ、ラッキー。大丈夫かな。それじゃあまずはヘルメットの坊やから行くでござるよ。この刀を構えるでござる。偽物の刀だから安心してくだされ。拙者の刀は本物でござるがね。このまま切り捨てるでござる。向かって、うん、なかなか良い立ち筋だ。それじゃあ行くでござるよ。おりゃ、どこだ。なに、おい、危ねえだろ。切りかかるなんて聞いてねえぞ。刀が折れるなんてまずいでござる。何かごまかさねば。
落ち着いて、これはエンターテイメントでござるよ。本当に切れるわけなかろう。ちょっと本格的にやってみただけでござる。ほら、刀だって偽物だから折れるようになってたでござるよ。ははは。そうなのか。なんだ、てっきりまた殺し屋が現れたのかと思ったぜ。そんなことあるわけないでござるよ。危なかった。そういえば忘れていたでござる。この標的のヘルメットと白衣はものすごく頑丈でござった。ならば、そうだ、より雰囲気を味わえるように坊やたちにも江戸の服装体験をしてもらうでござるよ。よいしょ、本物の侍になったみてえだな。服まで変わるとより雰囲気も出るね。トコタンも見て。おお、トコタンも似合ってるぜ。よしよし、これで標的の坊やのヘルメットと白衣、赤い坊やの武器も没収できたでござる。あとはもう一度隙を見て標的を始末するだけでござるね。歩いてるだけでもいろんな発見があるもんね。楽しい。お、これってさっき折れた刀じゃねえか。ほんとだ。あれ、でも偽物の刀って言ってたけど、これって刺さってるよね。ということはもしかして本物の刀。トコタン危ない。避けられたでござるか。お前やっぱりトコタンを狙って。ちょっと怪しいと思ったけど、まさか。今度こそ隙を見て始末しようと思ったでござるが、バレてしまっては仕方ない。さよう。拙者の目的はその小僧を消すこと。邪魔立てするなら容赦しないでござるよ。今度は侍の殺し屋かよ、悪い侍め。だったらこっちも遠慮しねえぞ。伸び棒。何してるのヒロ。それはただの刀だよ。早く伸び棒に持ち替えて。それがさっき着替えた時に置いてきちまったみたいで。心配すんな。だったらこの刀で戦えばいいだけだ。恐れずに向かってくるとはいい度胸でござる。だがそううまくはいかないでござるよ。逃げ、全然効いてねえ。この甲冑はどんな刀だろうと防ぐのでござる。ましてや小僧の刀は偽物、何も効かないでござるよ。何？ではこちらの番でござる。ヒロ、このままだとまずいよ。ひとまず逃げよう。ああ、逃がさないでござる。それそれそれ。弓矢まで使ってくるなんて。なんとかしねえと。そうだ、どこだ。うよ。さあ、どこまでも追い詰めるでござる。そこか。こしゃくな真似を。どこに隠れたでござるか。だがこの時代劇村は拙者の庭のようなもの。どこに隠れてもすぐに見つけ出してやるでござる。なんとか逃げられたみたいだね。これでしばらくは大丈夫なはず。くそ、あんなかってえ甲冑着られてたんじゃいくらやっても攻撃が効かねえ。無敵じゃねえか。確かにね。でも甲冑って一見無敵のように見えるけど、確か関節や首周りなど装甲が薄い部分があったはず。わかった、だったらそこを狙えばいいんだな。よし、今すぐやっつけに行くぞ。待ってヒロ、それだけだとちょっと不安だ。だからっていう作戦はどうかな。なるほどな。よし、その作戦で。うわ、こんなところに隠れていたでござるか。だがこれでもう逃げ場はないでござる。逃げねえよ。お前の甲冑の弱点は分かってんだ。えい。そんな弱点はとっくに対処済みでござる。この甲冑は特別製で、装甲の薄いところなどないのでござる。なに、そんな、それじゃどうしようも。大ピンチ。くそ、ここは俺が引きつける。葵とトコタンだけでも逃げろ。ヒロ、ごめん。ふん、逃げても無駄でござるよ。この小僧を始末してすぐに追いつくでござる。そんなことさせるか。ほう、思っていた以上にやるでござるな。母さんに鍛えられてるからな。それに友達を守るためならこんなもん余裕だぜ。だがその友はお主を置いて逃げていったでござるよ。窮地の時には置いて逃げるようなものが友と呼べるでござるか。お主はいいように利用されていたのでござる。諦めてやられるでござる。そんなことない、俺は青谷とこたんを信じてる。なんでござるかこれは。トコタに刀を改造してもらったんだよ。これで俺の刀とお前の兜と槍をくっつけたってわけだ。そりゃ、やられた。こちらにはまだ武器が残っているでござるよ。小僧は素で、追い詰められたのはそっちでござる。こっちにだってまだ武器はあるんだぜ。何、受け取っていきろ。なぜその武器がここに。それにお主たち逃げたのではなかったのか。ヒロに時間を稼いでもらってる間に取り上げられた伸び棒を取りに行ってたんです。それまでに俺がトコタンに改造してもらった刀でなんとか兜を外すって作戦だ。だが勝負はまだこれから。はい。
何？伸び棒があればこっちのもんだ。くらえ！伸び棒大射輪！まさかこの拙者が小僧に負けるの。こうして今回もトコタンを狙ってきた殺し屋を撃退し、僕たちはまた平和な日常を取り戻したのであった。